い、どうも岡田千恵里担当プロデュースのティクタンと申します。はい、7月の月末限定ガシャ来ております。はい、ということで水着ガシャです。シルエットの通り赤リンゴ、カコ様、トトキン、この3人だったんですけれども、もともとの私の予想はね、こんな感じで、まあ、赤リンゴのみ当たったといったそんな感じになっております。はい、いやー今回もねめちゃくちゃ可愛いんですよね。ということで、じゃあアイドル詳細を見ていきましょう。はい、はじけてサマーアップル辻のあかりということで、はい、赤リンゴがキュートプリンセスの特技、赤いリンゴと青い空ということで、オルタネイトが来ております。はい、13秒高確率のオルタネイトが来ましたね。うん、ユニゾンとも合わせられるような、そしてね、先月から出たコンボボーナスとも合わせられるようなオルタネイトが登場しました。はい、そして2人目、スローサマーヘブン、トトキアイリーということで、トトキンはファッションユニゾンの特技、降り注ぐきらめき。はい、これまあユニゾンユニゾンですね、ユニゾン13秒来ております。はい、そして SS レア最後、歌方マーメイド高藤加工ということで、加工様はクールステップの特技が潮祭、潮祭メロ調奏調奏かな、メロタイムということで、オーバーロードというね、まあ見知った特技が来てるんですけれども、なんと4秒高確率っていう、まあ、今までにないね秒数で来ております。まあ、これがね7秒中確率とどっちが強いかっていうのは私は分かんないんですけれども、まあ、曲によったらね、この4秒高確率もやっぱ秒数って強かったりするんで、すごいね、まあ、強く変化しそうな感じで結構気になります。はい、いや衣装もね、まあ、みんな水着っぽくて夏っぽくて可愛いんですけれども、はい、あ、エスレア忘れてた、エスレア見ましょう。これ大事やで、サマーウサミアベナナということで、キュートアビリティのダメージガード、このダメージカードね、7秒中確率やから、ポーチパにも組み込めるダメージガードということで、はい、これはあのモバからやってきたナナちゃんですね。こちらのスクミーズ靴下はフィギュアにもなってますよね。いや、尊いですよね。はい、ということで、ここでじゃあモデルビューアーを見ていきましょう。いや、赤リンゴがね、まあ、リンゴソーダっていう感じでね、ここのスカート部分がリンゴを表現している色味で、なんかサイダーっぽい色がね、入ってたり、ここら辺の上の部分はサイダーっぽい感じやったりするよね。リボンもめっちゃ可愛い。そしてね、お下げっていうね、前とは違った新しい髪型でね、早速着てる。お下げめっちゃ可愛い。足元もね、めっちゃ可愛いけど、これハートのさ、形のストローみたいになってて、まあ、サイダーを一緒に飲もうみたいな、まあ、そういうね、感じがね、ちょっと読み取れるよね。はい、そして、はい、トトキン。いや、トトキンもね、いや、めちゃんこ、かわいい。すごい夏っぽいカラー、うん、に、このパッションっぽいちゃんと黄色も入ってて、全体的にパステルカラーで、ね、めちゃめちゃかわいいよね。今にもこの脱げそうな肩。そしてね、髪型もちょっと結構こだわりがね、あって、低めのツインに編み上げがあって、そして後ろの部分がね、ギザギザになってるっていう、結構凝った感じになってるよね。サンダルもめちゃんこ可愛いです。はい、そして最後、カコ様。カコ様が、まあ他の二人とはちょっと違って、赤って着てる感じなんですけれども、でも金魚よね。もう金魚。横から見てもこの後ろから見てもこの金魚シルエット。なんか和風を前面に出してるっていう感じではないんですけれども、その金魚でね、和を出しつつっていう感じで、ここにも金魚がね、入ってて、そしてなんかリボンもね、なんか和装に合いそうな感じの、まあ、リボン、そんな感じになっております。で、衣装も可愛いし、特技もね、やっぱり気になる特技は多かったりするんですけれどもね、私前回の復刻のね、水着ガシャの時に、かなりぶっ放してしまったため、まあ、ちえりちゃんのためのね、貯金をやっぱり置いとかないといけないんで、この納税とちょっと無料1回で、ちょっと我慢っていう感じですね。ちなみに、今んとこ何も出てません。何にも出てません。Sレアも出てません。ということで、じゃあ、納税から行きましょう。
せめてこのナナちゃん欲しいな。ナナちゃんめちゃんこ可愛いから欲しいな。はい、幸子でした。いや、めちゃめちゃ可愛いよね、あのすくみず靴下のやつ。はい、じゃあ無料1回引きます。待ってロードすらないってつらい、つらい。 S レアぐらい、せめて S レアぐらい引かしてよ。メモリアルの方は結構 S レア私引いてるのよ。うん、はい、じゃあメモリアル引きますね。ロードはないね。ほらほら、言ったそばから S レア。メロ確率が全然違うんかな。やっぱりこっちで出てくる S レアってさ、排出率、ま、高いわけやん。 S レアが自体が少ないから、だからやっぱり S レアの確率高いな。ちょっとだけちょっと見てみていい？排出率 S レアの、あー 0.93 か。あ、レアより確率高いね。なるほどね、初めて知ったわ。初めて知りましたわ。そらよう出るわけやわ。でもってこっちの、じゃあナナちゃんは、ナナちゃんはどれぐらいの提供割合になってます？あれ、ナナちゃん、あ、ここ SS レアのとこか。いやー、でも引きたかったなー、ナナちゃん。まあ、まだね、あと数日あるんで、そこら辺で引けたらなーと思います。うわ、 2% もあるのに引けへんとは。はい、ということで、今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。